勝負の世界でしか生きられない人々がいる。新年明けましておめでとうございます。競馬 V でございます。今年も一年よろしくお願いします。ということで、今年、2個目の動画になるんですけども、京都金杯でございます。一発目はね、中山金杯の方、動画の方を上げておりますので、もしよかったらそちらの方もね、自信あるレースですんで予想しておりますんで、そちらの方もご視聴いただけたらありがたいなと思っておりますんで、京都金杯予想いきます。はい、ちょっと中山金杯の方がね、長々と予想してしまったので、京都金杯はパパパパパパッと予想の方だけして終わりたいなと思っております。はい、で京都金杯の方なんですけども、僕は選んだ馬が4頭おります。それがまずこの首里でございます。首里、琉球王国の都首里でございます。はい、もう見てもらったら分かるんですけど、戦力実績抜群で、中京でも好最小適性があるということですんで、首里、連勝中ということもあるんで、ここは、勢いに乗ってくるんじゃないかなと思っております。そして、僕が狙いたい面白いなと思っているのがこのボンセルビーソでございます。まあどこでも結構ね、穴開けてくる馬ですんで、実績はもう十分ありますん で、去年の京都金杯も3着ということで14番人気で持ってきてますんで、これ人気ない時ほど走ったりする馬なんで、ここは侮れない。そして実力のある馬はもう前から知っているんで、ここは狙うべきかなと思っております。狙うんならとことん僕はボンセルビーソを買っていこうと思ってます。はい、であと次、トリプルエース、ここも連勝中の馬でございます。で中京コースもね、難なくこなしてる感じがしますので、ここは変わり身に一遍期待したいなと思っております。そして最後の一頭がこのラセットでございます。ラセット人気ないかもしれないんですけども、まあここも中京、1回2回ぐらい走っとんかな、1回だっか2回走っとんね、2回走って、この時2歳の時2着と、この間の中京記念がはあれか、阪神かボーアイステークスの中京、これかな、これも3着ですなんで、ここは狙いたいなと思っております。はい、ですんで今回僕が狙っている馬はトリプルエース、ボンセルビーソ、ラセット、首里のこの4頭のボックスで、ワイドでいきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いします。ここはもう簡単にね、パパッと、ちょっと穴っぽいところも狙って、ちょっと狙いたいなと思っている馬を、今回素直に買おうかなと、はい、思っています。当てる気は十分に満々に出していきたいなと思っておりますんで、もしよかったら、予想を参考にしてみてください。ということで、もしよかったらチャンネル登録、コメント、高評価の方、もしよかったらね、ちょっとでもいいな思ったらもう何でもいいんでコメントください。はい、ということで今年絶対ね、プラスにして、目標金額を、いきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いします。目標目指せ50万円、頑張れ競馬 V、 さよならさよならさよなら、ブイブイブイ。